NCP91 ビッツ RS。 今回ねバッテリーね交換していきます。でまずね供給入れます。まあ、時計とねラジオぐらいしかねないんですが、とりあえずね供給入れます。このねシガーソケットタイプのやつ使ってます。でここでね注意点ね、今 USB タイプのねこのブースターパック使ってる人はね多分 12V 来てないのでね、 12V 来てるかどうかをね確かめてからね入れてください。 6V とか 9V ぐらいしか来てなかったから。場所はここで。でバッテリーね外していきます。こういう感じでねいつも僕グリス塗ってるんですがね、こういう感じでやるとねターミナルが腐食しないです。注意点ね、シリコングリスをね塗ると絶縁するのでね、シリコン以外に絶縁しないグリスやってください。まずねマイナスから外します。まあ、極力ねターミナルとこの金属部分ですね、ボディのエンジンとかねそこに当てないようにね、でちょっとたっぷりめに緩めてもらって、保護します。次ね供給でねたまにねショートしない車もあるんですがね、ショートする車もあります。ここも注意です、当てないように。できればねこういうグリップのいいです。ちょっとこれもね緩めにしてもらって巻きます。でね軍手巻きます。ちょっと巻いたとこからいきます。プラスね二重で巻きました。まあこれでね当たることがないのでね、でこのタイプね後ろから引っ掛けなのでね簡単です。で5ミリ言うの忘れてましたか、全部ね5ミリです。ここ、ね、ここ見えるかな、これねちょっと見にくいです。後でね説明します。もう1個しかないのでね外れるまでね緩めてください。これぐらいまでするとねちょっと押し込んでね外れます。まあ、これでね上げながら引っ掛けを取るっていうね、こんな感じです。でバッテリーね下ろします。ちょっとこの斜めにしてね持ち上げる。引っ掛けね見えるかな、ちょっとね山形にね引っ掛かるようになってるだけです。取り付けるのはね簡単ですがね、こんな感じです。見えるかな、ちょっとね持つとこないんでバッテリー入れたとこからいきます。こんな感じです。あとはもうしてつけるだけです。でとりあえずねバッテリー簡単に説明しておきます。この状態の向きでプラスターミナルがね左にあったら L です、右にあったらね R です。でこのちっちゃい端子ですね、トラックとかのでっかい端子じゃなくて普通の標準のちっちゃい端子、これ B 端子です。前はね容量です。でこれはね24センチです。だからこの長さとターミナルの大きさとこの向きで、こっちの場合プラスがこっちなので L ですね。
だから隠れてる場合にね、それだけ分かってたらね、バッテリー注文できます。では取り付けていきます。先にね、引っ掛けてね、この部分ですね、この部分を入れ込まないとね、ここでね、ステが引っ掛かります。入れ込んで引っ掛けて、ここを入れ込むんですね。で、思ったよりこの山形がね、大きいのでね、どこ入れてもね、この縦に入ります。で、ある程度ね、動くようにしてね、まずバッテリーのね、センター出します。液入れるようにね。でからね、閉めます。まあ、入れやすい分ね、外れやすいのもあるのでね、必ずね、入ってるか確認しながらね、やってください。OK です。なんか揺れてるな。これでね、いけると思います。これね、ちょっと忘れてましたね。こいつはね、いつも入れてるんですが、ね、先にね、言うてたようにね、このターミナルにね、ここはね、軽く塗る程度でつけときます。後でね、上からかけます。で、あとはね、あちこちにね、当てないようにつけていきます。ちゃんとね、ターミナルプラスとマイナスね、確認しておいてください。ちょっとね、奥まで結構ね、広げましたがね、こういう感じでね、広げながら入れるっていうね、完全ね、奥まで入ってない。でもここまで入ったらね、大丈夫です。で、金属部分にね、当てないように締めます。よいしょ、 OK です。で、ここね、もうほとんどグリスしてるんで、さっとね、ターミナルのとこに塗るぐらいでいいかと思います。でね、プラスターミナルね、こういう感じでね、一体化になってない、こう2枚のプレートがね、重なってるのでね、上と下が同じなのでね、入らないです。だから広げてね、入れてください。マイナスはね、そのまま入ります。押し込んでね、奥まで入れてください。OK です。まあ、後でね、ちゃんと確認はします。まあ、こんな感じでね、全体塗っておいてください。で、取り付けが終わるとね、すぐにね、供給を抜きます。で、エンジンかけます。まあ、時計とかもね、狂ってないで大丈夫だと思います。なんかカードがね、おかしくなってる。ちょっとこれでね、スローが落ち着くまでね、エンジンかけていきます。で、電圧だけね、上がります。
ちょっとねスローが下がってきたぐらいでね 14.07、 でね、この車ねアイドリングが低い場合ね充電しないとね、そういう場合ねスロットル清掃してください。まあこれでね OK です。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。